平野ノファン激怒 TBS ダンス映像カットの真相に迫る。事務所との関係、メディアの忖度、そして今後の展開。TBS への抗議が示すモノパイプファン、メディア、そして芸能界の未来。SNS 上で巻き起こった TBS に対する抗議は、多くの人々にとって衝撃的なものでした。特に平野ノのファンにとって、彼の名前が挙がっていながら、 ダンス映像が一切流されなかったことに対する不満は大きなものでした。この騒動は一見、単なる一見の出来事のように見えるかもしれませんが、実際には芸能界とメディアの関係、さらにはファンコミュニティがどのようにメディアに影響を与え、逆に影響を受けるかという、より深い問題を浮き彫りにしました。平野翔は、ダンスの実力で広く知られているアイドルです。彼の身体表現力や技術、 そしてパフォーマンスへの情熱は、他のアイドルと一線を画しており、ファンはもちろん、業界内外の専門家からも高く評価されています。しかし、今回の TBS での扱いは、彼のその才能を正当に評価するどころか、逆に軽視されたと多くのファンは感じました。ランキングで3位に選ばれたにもかかわらず、映像が一切流されないというのは、視聴者やファンにとって不可解なものであり。 多くの人々が SNS でそのことについて声を上げました。平野翔のダンスを見たかった、なぜ映像がないのか、という声があふれ、事務所やテレビ局による意図的な忖度が働いたのではないかという憶測まで広がりました。ここで、私たちは一体何が問題だったのかをもう一度見直す必要があります。メディアと芸能界、そしてファンコミュニティの関係は、単なる情報提供の場を超えて、 非常に複雑な力関係が働いています。テレビ局やメディアは、調律や広告主の意向を重視し、時には一部のタレントや事務所に対して不透明な対応を取ることがあります。今回の平野翔の映像が流されなかったことも、そのような見えない力が働いたのではないかという疑念を抱かせる結果となりました。特に、彼が以前所属していた事務所や、 その後の遺跡に関連する複雑な背景が影響している可能性が考えられます。ファンの間では、こうしたテレビ局や事務所の忖度が繰り返されることに対する不満が高まっています。平野翔がランクインしていながらも映像が流れなかったことは、ファンにとって非常に感情的な問題でした。彼のダンスを見たい、彼の才能を正当に評価してほしいという願いは、単なるエンターテインメントを超えて、 彼の努力やキャリアを支持するファンの強い思いが込められています。特にダンスという表現は、言葉を超えた感動を与えるものであり、それがカットされたことに対する怒りは、当然の反応とも言えるでしょう。また、この出来事は、SNS がどのようにしてファンの声を集約し、メディアに対して圧力をかけるかを示す一例でもあります。かつては一方向的だったメディアの情報発信も、SNS の発展により、 ファンが声を上げ、問題提起をすることで、逆にメディアに影響を与えることができるようになりました。特に今回のような事例では、SNS 上で多くの人々が TBS に対する抗議や疑念を共有し、それが大きな話題となりました。テレビ局側も、このようなファンの反応に対して無視することは難しくなってきており、ファンの声がメディアの姿勢や対応を変えることも今後期待されるかもしれません。ただし、 こうした状況が生まれる背景には、芸能界とメディアの関係が非常に複雑であることも忘れてはなりません。芸能人の露出や評価は、視聴率やスポンサーシップといった商業的な要素が絡み合い、その中で、誰を押すか誰を隠すかといった決定がなされることがあります。これは、必ずしも一方的な悪意ではなく、業界全体のバランスを取るための判断である場合もありますが、 ファンからすればその透明性の欠如が不信感を生み出します。さらに、今回の事件で注目すべき点は、平野紫のファン層が非常に多様であるということです。TikTok や YouTube といったプラットフォームを通じて、若い世代だけでなく、海外のファンや年配層まで、幅広い層が彼のパフォーマンスに魅了されています。そのため、今回のようにテレビで彼の映像が流れなかった場合でも、 SNS を通じてファンが自発的に彼の映像やパフォーマンスをシェアし、その魅力を拡散するという動きが見られました。これは、従来のメディアの枠組みを超えた新しい形のファン活動であり、インターネット時代における芸能人とファンの関係の新しいモデルともいえるでしょう。一方で、こうした SNS を通じたファンの活動は、時に過激化することもあります。熱狂的なファンが過度に感情的な反応を示し、 メディアや他のファン層と衝突することも少なくありません。今回の TBS に対する抗議も、一部では過激な言葉や攻撃的なコメントが見られ、建設的な対話が難しくなる場面もありました。ファンが愛する芸能人を守りたいという気持ちは理解できますが、その表現方法が過度に攻撃的になると、逆に彼らのイメージや評価に悪影響を与える可能性もあります。この点については、 ファンコミュニティ全体で考えるべき課題とも言えるでしょう。最終的に、今回の TBS と平野翔の騒動から私たちが学ぶべきことは、メディアと芸能界、そしてファンの関係が非常に多層的であり、その中で互いの期待や役割が常に変動しているということです。ファンは、自分たちの声を通じてメディアに影響を与えることができる一方で、メディアもまた、 商業業的なな側面や業界内のバランスをを考慮ししがら情報を発信していますこのような複雑な力学の中でどのようにして透明性を高めファンの期待に応えるかが今後のメディアの課題となるでしょう。またファンとしてもただ感情的に反応するのではなく建設的に意見を伝えメディアや業界全体に対してより良い関係を築くためのアプローチを模索することが重要です。 SNS が広がる現代において、ファンの声は無視できない力を持っていますが、その力をどのように使うかが、今後のエンターテインメント業界の未来を左右するかもしれません。平野紫の才能や魅力は、多くの人々に愛されていますが、それを正当に評価されるためには、ファンとメディアの間の対話が欠かせません。今回の騒動をきっかけに、より透明で公正なエンターテインメント業界が築かれることを期待したいものです。 このように TBS の一件を通じて見えてきたのはエンターテイメント業界の裏に潜む力関係やファンがいかにメディアに対して影響力を持ち得るかという現実です。平野翔のファンは彼のダンスを見たいというシンプルな願いを持っていただけですがその背後には彼の才能を正当に評価してほしいという強い感情がありました。そしてその感情が SNS を通じて爆発的に拡散し メディアに対すする大きなな圧力となったのです今回の一件が示すようにファンの声がメディアに影響を与える力は従来よりもはるかに強大になっています SNS を通じてファンはリアルタイムで意見を発信し瞬く間に大勢の支持を集めることが可能ですその結果メディア側もファンの反応を無視できない状況に追い込まれることが増えてきました TBS に対する抗議がこれほどの注目を集めたのも、その背景には SNS 上でのファンの結束があったといえるでしょう。しかし、この影響力には、慎重なバランスが求められます。ファンの反応が強すぎると、メディアや芸能事務所は防衛的な姿勢を取る可能性があります。特に、批判や抗議が過度に攻撃的になると、建設的な対話が難しくなり、 双方が反発し合うだけの結果に終わることもあります。今回のように、平野紫に対する不公平な扱いと感じられる出来事に対して感情的な反応を示すことは理解できる一方で、その表現方法には慎重であるべきです。過度な抗議や攻撃的な言動が、逆に彼のイメージに悪影響を及ぼすリスクがあるためです。また、この事件から明らかになったのは、芸能事務所やテレビ局などのメディア側にも、 透明性のある対応が求められているということです。ファンが感じた不満の一つは、なぜ平野翔のダンス映像が放送されなかったのか、その理由が明確に説明されなかったことにあります。メディアは商業的な理由や業界内の複雑な力関係から、時に特定のタレントやコンテンツを取り上げない決定を下すことがありますが、それが視聴者やファンに対して正当に説明されなければ、不信感を生むことになります。特に 現代の視聴者は以前よりも情報にアクセスしやすく、また批判的にメディアを捉える傾向があります。メディアの不透明な動きや裏での調整が露見した際には、SNS で瞬時に拡散され、大きな批判を浴びることが増えています。したがって、今後はより透明性の高い運営が、テレビ局や芸能事務所にとって不可欠なものとなるでしょう。平野翔の件が引き金となり、 業界全体がこうした課題に直面しているといえます。さらに、今回の事件を通して、アイドルやタレント自身もファンやメディアとの関係性に対して、より戦略的な立場を取る必要性が浮かび上がっています。特に、平野翔のように移籍を経験したり、事務所を離れたタレントにとっては、その後のメディア露出や評価に敏感であるべきでしょう。彼のダンスやパフォーマンスは多くの人に認められていますが、 事務所移籍後のメディア対応がどうなるかは不確定な要素が多く、それが今回のような事態を招くこともあります。タレント自身が自らの価値をどのように守り、ファンとの関係を強化していくかも、今後の大きな課題となるでしょう。